物のべ目は、日本初期に見える豪族。大連。物のべ部ドルの子。子に、物のべ荒山がいる。日本初期によれば、有力天皇の即位により、大連となる。有力天皇元年、うねめの道女君が、有力天皇の娘、春すが大娘王女を産んだ際、天皇は一晩目しただけで、道女君が妊娠したため、春すが大娘王女を、自分のこと認めないでいたが、 目は、妊娠しやすい人は一晩でも妊娠する場合がある。とそれをいさめ、春日大娘王女を娘として認知させた。有力天皇十三年、京保飛行王のヤシ後の破伝婚命が、うねめの山辺小島子と密通し、それが発覚すると天皇は破伝婚命を目に預け、謝罪させた。有力天皇十八年、天皇の命により、物のノベト大と共に、伊勢の豪族。 朝広の討伐を命じられた。都大は相手進撃せず二日退治したが、目は物の部屋をおのでに盾を持たせて自ら進撃し、朝広を捕獲してきた。都大は命令を完遂できなかったことを恥じ、7日間にわたり天皇のもとに報告に訪れなかった。天皇がなぜ都大が報告に来ないのか側近に尋ねたところ、 さぬきたむ別が、都大は怯えて二日間朝広を捕らえることができず、目が、物のべをオオノを率いて進撃し、朝広を捕獲して切ったと述べた。天皇はそれを聞いて激怒し、都大が所有していた稲部を没収し、目に与えた。ありがとうございます。